さあサードプレイヤーはラスト山田さんです。はい。今の心境は？いや、知念の伸びきった鼻をポキンと折ってやりたいと思います。さあそれでは山田さん、カードをお選びください。これでいいですか？おお、いやでもこれ結構当てやすいよ。うん、はい。いや、すごいこっち見てくるんですよ。いや、そうでしょ。これだって潜在写真でしょ。今までの中で一番こっち見てます。山田が選んだカードは関ジャニ∞村上信五、ジャンプの先輩、さらに優勝がかかった対決、外すわけにはいかない。初代王者が決まる最後の挑戦。平成ジャンプのどの曲ぐらいこのグループの方はライブで踊ってますか？ライブでも結構踊ってたりね。踊ってる時は踊るけど、踊る瞬間もあるんですよ。そう。Give me love。トンピシャーな。Give me love といえば、平成ジャンプの曲の中では珍しいスローテンポな曲。山田が思い描くグループとは。Next question。この方が所属しているグループは。うん、メインは楽器ですか？うん、おー、いい質問。絞ってきたね。絞ってるな。やるときはやる。これも結構楽器やるときはやる。だからギブミラブぐらいってことは、あそこはない、あそこもない。 Next question。 この方は舞台をやってますか？やってるんだよ。でも村上くん、あー、一人、あーでもね、一人でね、毎年やってるから、毎年やってるから、すごい舞台。僕はちょっと、僕は無理だなって思う舞台。 Next question。 山田に許された質問は残り2問。どこまで人物を絞り込んでいるのか。俺も2人で絞ってんだよな。すごい、3問3つ聞いて2人か。うん、いやー、これ面白い、面白い。この方はプライベートでメガネをかけてる姿を見たことがありますか？ねー、村上くんもある。村上くんもあるよ。あるある。あります。あります。いや、僕もある。うん、プライベートで見たこと。あ、なるほどね。ある。Next question。 さあラストの質問となります。この人は王子様系ですか？僕の中では王子様系じゃないかな。嘘でしょ。僕、うん、王子様系より王様。王様？その通り。うまい、うまい、うまい、うまいな、ケイト。岡本の言う王様、その言葉の意味は。実は村上、自身のソロ活動では高津キングとして活躍している。つまり王様なのだ。果たして山田は王様というキーワードから高津キングを導き出せるのか。でも言ってることは間違ってないね。間違ってない。確かに。面白いこと言うね。確かに。ゲートすごい。お二人は嘘はついていません。ですよね。王様？王様？王様？なるほどね。王様ですよ。山田出てくるかな。やっべ、全然わかんなくなっちゃった。ここで正解できれば山田さんが優勝、正解できなければ知念さんが優勝。さあピンとくるか。悩み続ける山田、このまま知念の優勝が決まってしまうのか。その時。あ、そうね、そうね、そうですよね。おお、わかったね。来たんだ。コール。さあ山田さん、ここで最後のコール。自信の方は？
自信はある。優勝者が決まる山田のコール、高津キングを推理できたのか。果たして MC の座に輝くのは。この人は滝沢くんです。ノットドンピシャーナ。山田さん不正解ということで、この結果優勝は知念さんです。ありがとうございます。見事番組 MC 権を獲得しました。いただいちゃって。見ていいですか。いいですよ。おっさまキング。キングです。キングです。確かにこの前ご飯2人で行った時メガネかけてた。かけて